嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週火曜、都市伝説のコーナー控えめ本日は私、諸見里しのぶがやっていこうと思います。久しぶりでやっていきました、都市伝説コーナー。イエーイ、待ってたよ、この時は。本日も ST の馬面こと、とてづらさんに来てもらっています。こんにちは、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 こんにちは。日本っていう国は立ち入り禁止のエリアっていうのは結構よくあると思うんだけど、今回紹介するのはそこに一回入ってしまったら出られなくなってしまう森っていうのを紹介しようと思います。そんなないでしょ。そんなないよ。そんなあるのよ、実は。えぇ、ー、バイキングの小峠じゃない方するな。小峠じゃない方って言うな。西村西村。その名前がね、うん、いい、その森の、なキーキーうるさいな。キーキーうるせえ。カバンライダーのやつか。どういう意味してんの。その森の名前が八幡のヤブシラズ。いい関係なかったんだ。いい関係なかったんだ。慣用句であんの、八幡のヤブシラズっていう言葉が、迷って出れなくなってしまうことっていう意味なんだけど、この慣用句が生まれたモチーフとなった場所がこの八幡のヤブシラズっていう場所で、まあ、どこにあるかっていうと千葉県市川市っていうところにある。市川市の市役所の向かいにあるのよ。マジで。そう、市役所の真向かい。そう場所が気持ち悪くて、ちょっと一回みんなに見てほしいんだよね。はい、ここでございます。ここが市役所で、はいはい、出るんだから、ね、なんかここが森。狭くね、全然狭くね。そう、ちっちゃいじゃん、公園じゃん。そう、確かに。まあ入ったら二度と出れなくなるっていうのは江戸時代からね、言い伝えられていることなのよ。そんな昔、その世代からあるんだ。前からなんか不可解な事件とかも結構起きてて、ここの森の藪を狩ろうとした人が大怪我を負ったりとか、この近辺で変身を遂げてしまったりとか。変身、不可解な事件もこれ相次いでると。これ不明なことが多くって、なんでそこが立ち入り禁止になったのかっていうのも分かっていないし、江戸時代より以前の時代はじゃあどうだったのかっていうこともあんまりよく分かってない。だけど立ち入り禁止になったのはこういうことなんじゃないかっていう説が2つあるから、それはその2つを紹介していきます。気になるね。千葉県東葛飾郡市っていう千葉県の郷土市があるんだけど、そこに記述されてることで、森の中に毒ガスが溢れ出てるらしい。え？でもこんなの信じれないじゃん。うん、信じれないね。でも郷土史ってちゃんとした書物だから、だからもしかしたら本当なのかなっていう。それに書いてあるの、うん、まあ俺が結構有力だって思うんだから2つ目の説で、水戸黄門のこのエリアを立ち入り禁止にした説。水戸黄門、そう、水戸黄門、人生楽あ楽門。賀来さんもいいです。なんでよ。わかるんで。食ありそうやな。食ありそうやなとか言われる。じゃあなんで水戸黄門が立ち入り禁止したかっていうと、水戸黄門がここを歩ってたら、まあ、迷ってしまったと、うん、そしたらね、妖怪が現れたらしい。それがこれ。違う。ヤマトのヤブシラズ出身。すげえわ。冷えてるな。今整ってる。ね。ルールが解明されてきてるから、やめろやめろやめろ。敵風に解決するな。でもなんか妖怪出てくるんだけど、水戸黄門様はもう当時ヒーローだから、もう全然もうビビらずにどんどん突き進むわけ。どんどん突き進んでったら、これ奥から老人が現れたわけよ。でその老人が言うには、この場所は人間が踏み込む場所ではないと、貴殿は間違って入り込まれたようなので今回限りは見逃すことにするって言って返してくれたの。だから多分妖怪の世界かなんかと繋がってる感じなんだろうね、多分。だから水戸黄門様はなんとか帰ってこれたわけよ。で、それをこう周りの人々に教えるわけ。ほう、あの森は妖怪の世界繋がってるから入っちゃダメだと、これ立ち入り禁止だぞと、どんどん周りの人に伝えていって、その言い伝えがこう今になっても守られていると。なるほど。まあその江戸時代の話はもう別にもうどうでもいいと。もう今どうなんだっていう話よね。それですよ。そう、2013年4月11日に、キンキンよ、ある女子高生が八幡のヤブシラズ近辺で神隠しにあった。急に行方不明になっちゃう。行方不明になる当日、まあ、普通に学校に行ってた、その日も、うんうん、で学校から帰ってきて、その最寄りの防犯カメラに映ったのが最後の姿で、もうそれから消えてしまった、
でも警察とかもうめちゃめちゃ探すんだけど、もう全く手がかりもなく見つからないと。うん、でまあそんなこんなで2ヶ月半が経ち、あと見つかるんですよ。見つかる。これどこで見つかったかって言ったら、この八幡の藪知らずの近くの神社だと。おお、なんかと思ったー。そこの近くの神社で体育座りしてるところを70歳ぐらいのおじいちゃんが見つけたらしい。生きてた。え、体重も半分ぐらい減ってる状態で。やば、もうだいぶもう衰弱しきって。2ヶ月半衰弱しきってはいたけど生きてた。これがまず不思議な点。ガチ事件だ。これガチ事件で、あのニュースとかでもめちゃめちゃ取り上げられてたっていう。へえー、マジで。警察が質問したのよ、この女子高生に。誰かに連れ去られたのみたいな、みたいな質問したの。確信やん。そしたら何も喋らずに横に来るわけ。ああ、うん、誘拐じゃないんだ。じゃあそうだって喋んないの。その喋んない。完全にイカれてんじゃん。なんかおかしいねそれね。で、ここにずっといたのって質問したの。はい。そしたら何も答えずに立て。怖い怖い怖い。いやめっちゃ怖いめっちゃ怖いよ。急に怖くなってきた。で、まずそこにずっといたっていうのがまずおかしくて、さっき見た通り家もいっぱいあんじゃん。はいはい。だから人通り少ないわけじゃないの別に。うん。で、しかも ここの神社っていうのは近所の人が集まって、なんかゴミ拾いとか草刈りとかよくするしてたんだって、うん、そのゴミ拾いしてた人とかは全く見てないと、その女子高生。ああマジで。だから俺らのことからもう神隠しにあったんじゃないかってされている。またちょっと江戸時代の話に戻るんだけど、江戸時代この地域って神隠しめちゃめちゃ多発してたらしいの。いや、そもそも神隠しっていう言葉って、神のせいで行方不明になっちゃったんだみたいなニュアンスでこの言葉って作られたのね。はいはい。さらに言っちゃうと、当時って結構貧しい家族とか多かったのよ。だから子供とか老人とか養えなくて殺すっていうことが結構よくあったんだって。それも神隠しっていう体にして殺してしまう。あー、正当化されるから。でさっきも言ったんだけど、八幡の藪知らずっていうのはこの変死を遂げてしまったりとか、不可解な事件がよく起きると。で、これもしかしたら殺害された子供とか老人とかの幽霊の仕業なんじゃないかってされているわけ。なるほど。怖えね。そう、怖えね。それ女の子の話めっちゃ聞きたいわ。それの、その子何も喋んなかったのかな。誘拐の子ね。マジ？え、何にも聞こえない俺。うん、何にもあったよ。こういうパッティングがもしかしたら聞こえてんじゃないかなと思って。ああ興味本位で心霊スポットとか怖いとことかよく行くじゃないですか、若者ね。ちょっとした好奇心でこういう場所に足を踏み入れてしまうと、もう戻ってこれなくなってしまうのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。ノリノリだなビーバーお前は。でお前気持ち悪いなお前。ひたすらなんだそれ。リアルハンガーリアルハンガーさん。もうここで気持ち悪いんだよ、君には触れません。あー、触れないんだ。はい、残念でした。おい、駅伝すなお前。ビビの駅伝すなお前。あのですね、ここでお知らせがありました。なんだ、はい、なんだ。皆さんのおかげで早くも ST の新グッズ、シャツとキャップ完売しました。おー、ありがとうございます。ありがとう、本当にありがとう。無事完売してしまって、買えなかったっていう人がたくさんいまして、リップをたくさんもらいまして、なんとか再販できないかとお頼みした結果、本当にごく数量再販が決定しました。すごい、よっしゃ、やった、嬉しい。本当に少ないので期限は変わらないんですけど、数量が前のように半分ぐらいしかないので、また多分すぐなくなっちゃうと思うので、そっから先の再販の予定は全く決まってないので、もうもしかしたらないかもしれない。もうラストチャンス。もう本当にラストなわけだ。だからぜひまだ手に入れてない方はもうすぐ下の概要欄からパッて行って、そっからゲットしてくれれば多分もう困ることはないと思います。いや、じゃあ皆さんチェックしてくれよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見本見せときますね。こんな感じのデザインが入ってます。かわいい。こちらブラック、かっこいい。ブラック黒キャップ、キャップ最高だね。結構こうよく質問あったんですけど、後ろこのフリー素材なんで、フリーなんでサイズ自由に調整できる。あじゃあこれね、前も言ったんですけど、これ刺繍なんですよ。はい、ということで前は夏っぽい格好しかしなかったんですけど、意外インナーとしても着れるので、そういうインナーとしてのコーデを上げてきます。こちらにバッバション。まあこんな感じなんですけども、詳しくはインスタを見てくれればいろいろ載ってると思いますので、ぜひチェックしてみてください。よろしく。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。よろしく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 。悪症候だぞ。Ladies and gentlemen, boys and girls.
Welcome to ST Studio 夏祭りツアー It's Showtime!